あなたの心に宿る大事な神様は誰ですか？見ればなんだかんだでご利益あるかも。オーマイ神様。今回のマイカメプレゼンターご紹介しましょう。この方です。どうぞ。あれ、こんな曲は。オーマイ神様。ここそれはまだだから、全然まだですから。台本に書いてあったから。いやいや、まだそれ後でやる。そうなんですか。まだですか。まだですよ。ごめんなさい、まだつかめないもんです。今夜のマイカミプレゼンターは、先日来日したトランプ大統領との食事会でも話題を呼んだ彦太郎の生みの親、小坂大魔王。もう二十何年だね。うちの25年とかだから。で、何よりも昨日も、昨日も一緒にいました、ね。夜までご飯食べてました、ね。ボキャブラのみんなが集まって、名倉潤、爆笑田中さん、つっち、テイクツアズマ、抜群西尾さんでみんなでこう。すごいなんですね。はい、喋ったりとかして。田中と20年来の付き合いだという小坂のマイ神とは。オーマイ神様。ツインテールの愛らしい髪型とその可愛い歌声で、10代20代の若者を中心に爆発的な人気を誇るボーカリスト。そんな彼女の代表曲といえば、あ、これやってもね、それを知らないとなかなか言えない。2011年発表の千本桜。愛称ロマンをイメージしたこの曲はネットで爆発的人気を集め、自動車メーカーの CM ソングに大抜擢された。そんな彼女のライブは、日本武道館で2万人を超すファンが熱狂。さらに、あの世界的歌姫レディー・ガガも絶賛。小坂大魔王が愛してやまないマイ神は、初音ミック。一体なぜ小坂は初音ミックをマイ神と崇めるのか。初音ミックって他にもいないんですよ、うん、こういうものをピコにも活かせないのかなというふうに思った部分があるんです。ピコ太郎の世界的大ブレイクの裏には、初音ミックから学んだある成功の秘訣があった。おもう日本代表のアーティストですよね。ほう、初音ミクは。いや、これ確かにこの苦い顔されるのも分かります、この初音ミクという概念なんですね。発明なんです。これはもう今までの音楽を全部ぶっ壊すかのような、だから本当は僕はある意味初音ミクとかボカロ、こういうものがないと本当にこのピコ太郎の成功って僕なかったなと思ってはいます。そこまでのと思います。カラオケにしょっちゅう行くんですけど、はい、初音ミク歌ってんですよ、よく。だから俺は初音ミクそのものはあんまり知らないけど、初音ミクの歌はこの小坂の声で知ってる。カラオケのランキングみたいなのを見ると、うん、やっぱ10代がめっちゃ歌ってるから歌ってますよね。私も大好きで、物心ついた頃には初音ミク様いたので、うん、いやだからそのいたっていないじゃん。いるんですよ。いないけどいるの、ね、ちょっと初音ミクをちょっと最初から説明してほしいんだよね。はい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 、はい、初音ミクとはメロディーを入力すると誰でも歌わせることができる音楽ソフトとして2007年に登場。このソフトを使えばパソコン一つで作詞作曲ができ、自由に初音ミクに歌わせることができる。通常500本売れればヒットの世界で、なんと半年で3万本の大ヒット。すると動画投稿サイトニコニコ動画に多数の曲が挙げられ、新しいジャンルの音楽として若者の間で大ブレイク。関連 CD も次々と発売され、オリコンチャートで1位を獲得。今や初音ミクは世界217カ国へと広がり、経済効果はなんと年間100億円以上。今世界で最も注目を浴びる日本初のバーチャルシンガー、それが初音ミクなのだ。ソフトなんですよね。そう、そうですね。パソコンの中の、まあ
ソフト、スマホで言えばアプリみたいなもんですよね、はい、このソフトを買ったらこの音が出せる。僕はずっとこの初音ミクのことは一番初め楽器と捉えて、わすげえ楽器が出たなと思って。そんな初音ミクが瞬く間に大ブームとなった最大の理由、それはレッドミンがキャラを自由に使える。初音ミクのビジュアルって公式なものは一番最初あのパッケージのあれとホームページのちょっとしたイラスト、うん、数点しかないんです、うんうん、だからみんなが勝手に例えばこんな服着せました、うん、こんなことしましたって本来許可得ないと、そうだね、ネットに上げれないじゃないですか、うん、もういいよって、うん、そういわゆる それでバンバンこのお金を儲けするとか、うん、そういうのはあれだけど、うん、もう自由に OK にしたんです、うん、でアレンジをたくさんしたっていうのがちょっと軽くあります。こういう初音ミクがどんどんこう動き始めるんですよ、うんうん、本来ね別にアニメでも何でもないわけだから、そうなんですよ、イラストが数点あっただけのものを、うん、勝手にファンが動かすかしたっていうことね。ビジュアルは一切協力してないわけですもんね。そのそうです、勝手に作って勝手に作ってでもみんながそれぞれもうでイラストも自由に描けます。だからもういろんな変化が起きます。こんな感じでございます。これなんですこれでも実はふざけてる感じなんですけどすごい重要な点があって、うん、ネギを持ってるんですよね、はい、もうここから初音ミクといえばもうネギなんですよ。えなんか振り回してるイメージはそうあのこうやって持ってるでしょ、はい、あれ実はねネギを持ってるんですよ。ネギを持ってるそうなんです。理由はないんです。誰かがネギを持たしたんです、うん、誰かだったんだ、だから初音ミクは別に誰だかもうぐちゃぐちゃなわけだよね。もうどう作詞作曲で言ったら、うん、そうなんですよ。小学生も作ってるしもうドクロも作ってるし、誰が作ってもいいんですよ。楽器ですから、もう何でもいいんですよ。だから僕この初音ミクすげえなと思うのは、売れようとして曲作ってる人なんで当初誰もいないんです。だってみんな素人ですから、うん、そんな自由な作風が魅力の初音ミクの曲で小坂が最もおすすめするのが初音ミクの消失という、うん、オスマート暴走 P さんっていう何なんですか。コスモアット暴走 P さん、これはもうミクファンは全員知ってもジャンクロード・バンダム並みに有名ですよ。ジャンクロード・バンダム並みだしもっと肉体派でいるじゃないですか。代表作がまだない人ですよ、あんだけ長くやってて。これは本当に僕があの初めて聞いた瞬間に号泣しちゃって、そんなに衝撃。歌詞もすごい。この歌詞の世界観を考えてきた天才だと思います。こちらです。すごい悲しげな言葉いっぱい出てきましたけど、パソコンの中でね、でしか自分は歌えないということでアンインストールしないでねとかいろんな言葉が出てくるんですけど、これが田中さん最初聞いて聞き終わった瞬間にめんどくせえなこれっつってなんかすごいずっと僕文句言われたんですよ。1対1ぐらい俺僕はだけやめたんですよ。全部聴いてください。これ本当にいい曲です。であの基本人間が歌うと音程の限界があったり、今の早口のあるでしょ。後半とかこれが2回回しとかありますから。じゃあもう人間じゃあんま歌えないってことですか。だと思う。あのきっとこれ作った方もこんなの初音ミクじゃなきゃ無理っしょっていう、うん、ことで作って。初音ミクだからこその曲だって、ね。そうだと思う。だから今までのその音楽とかの学校とかで教えてくれるような。このコード進行で行ったらいいよとかこのスピードは真似されやすいとかああいうのとかを全部ぶち壊しちゃって、あの面白きゃいいよねっていう概念、とりあえず面白い曲できたよっていうことでやったら、そこにイラストが上手い人は絵を描くで、動かすのが上手い人は動かすで、歌作る人は歌をこう作っていくっていう、もう多面的なんです。だからなんかこう自分たちで一緒に作っていく感が半端ないです。初音ミクって遊び場のような、うん、みんなおもちゃ持って集まるんですよ、うん、この初音ミクの歌声って下手な人がやると例えばありがとうさようならとかってあの音程は合ってんだけど、あってなっちゃうんですよ、うん、これをあーってこううまくやる調整があるんですよね、うん、そういうのを調教って言うんですけど、その調教うまいやつが言えらしいですそんな可愛い女の子に調教するんですよ。俺の調教半端ないとかいうネットの中で調教上手がいるんですか。いるんですよ。調教上手がやるとあーあーあーじゃなくてもあーんって感じです。
こうしてネット上の自由な遊び場となった初音ミクはやがて一大コンテンツへと成長。その結果ある驚きの現象が生まれた。それは初音ミクの曲を投稿していた人が音楽のプロとしてメジャーで活躍、うん、へー。ボーカロイドを作っていくクリエイターのことをボカロ P って言うんですね。 P ってのはもうプロデューサーの P ですね、うん、ボカロ P の中でも有名なアーティストになった人もたくさんいます、初音ミクを使って。そう、現在の音楽界には初音ミクの曲を作っていたボカロ P 出身者がいっぱい。まずは米津玄師、2013年にメジャーデビューすると2015年サードアルバム「ブレーメン」がオリコン1位を獲得。以来超売れっ子の米津がプロデビュー前の2009年に投稿、話題を呼んだ初音ミクの曲がこちら。すごい歌詞ですね。ハチというハンドルネームで活動し、マトリョシカなど20曲以上の楽曲を作成。その再生回数はなんと1億回以上。さらにメジャーシーンで活躍するようになった今でも、米津は初音ミク関連の楽曲を作り続けている。続いてはGoogle の CM の楽曲を手掛けるなど、独自の音楽スタイルで話題を集める KZ。 そんな彼のボカロデビュー曲がこちら。ライブチューンですね。長いですね。この曲パッケージでは初音ミクのゲーム用ソフトにも採用されており、ボカロ P の代表的な存在の一人。そして他にも亮はメルトやブラックロックシューターなど初音ミクで数々のヒット曲を生み出している。このように現在の音楽界には初音ミクでブレイクしたアーティストが数多くいるのだ。これだからちょっとなかなか音楽番組とかではね、うん、あんまり出てこない人が、まあ、米津さんとかはすごく出てますけども、海外に行った場合、うん、超有名ですから。そうなんだ。本当に本当にスーパーセルのリョウ君なんていうのは天才的な、ちょっと音楽を知ってる人からするとこんなの永久に作れないっていう、もうコード進行クラシカルだったりジャジーだったり、何なのこれっていう、すごいんですよ。初音ミクの曲ってどれぐらいあると思います？だってもう素人が勝手に作ったらもう全部初音ミクなわけでしょ。数十万。数十万、本気で全曲ライブなんてやったら4年ぐらいかかる。何やったの。そして初音ミクの影響は音楽だけでなく、今年4月にはあの中村獅童とコラボし、なんと歌舞伎まで公演、大盛況を記録した。どんどん進化していって、うん、もういろんなクリエイターがもう世界中の人がどんどんこう集まってくるんですよ。それがすごいよな。すごいんですよ、クリエイター時代で。とりあえず今のところ50万人ぐらいいるんじゃないのかと。世界中で何十万人のクリエイターがさ、一つのキャラクターをいろんな角度から作っていくわけでしょ。そうそうです。そりゃすごいに決まってる、まあ、肉厚な作品はできますよ、それは。ね、あげくこんなこともやっちゃいます。これ日本武道館で単独ライブ、ね、単独ライブ、これはすごいよね。日本武道館を超満員にした単独ライブがこちら。これは感動した。ちょっと本当感動した。
ね。新公開。これがさ、なんかさ、映画見てみたいんだよね。近未来の SF 映画を。しかもだったら映像でいいじゃんなんて、これがライブの意味があるっていうのは、演奏は生なんだよ。演奏は人間がやってる。さらに今年は幕張メッセで行われ、企画展を含め観客動員数3万人以上という人気ぶり。9000の席ももう完売、はあ、いや生身のアーティストでもなかなかそこまでの収穫いないですよね。なかなか。でも結局後にピコ太郎は武道館やるわけですよ。それに そしてピコ太郎が世界的ブレイクを果たしたきっかけは、マイカミ初音ミクのおかげだった。インターネット界で流行るというバズという、そのネットの中でこう爆発的にこの多くの人にこう支持される、取り上げられるっていうこの現象なんですけども、初音ミクが世界的なバズを起こしたっていうのも実はあるんです。ピコにも生かせないのかなっていうふうに思った部分があるんです。ピコ太郎の運命を変えた初音ミクの世界的ブレイクとは。ピコ太郎が世界的ブレイクを果たしたきっかけは、マイカミ初音ミクのおかげだった。小坂と初音ミクの出会いは今から8年前。コンビ解散後、売れない日々を過ごしていた小坂は、大好きな音楽と笑いを融合させて再ブレイクを狙っていた。そんな中、初音ミクが巻き起こしたある現象を目の当たりにし、ブレイクのヒントを得たという。インターネット界で流行るというバズという、そのネットの中でこう爆発的にこの多くの人にこう支持される、取り上げられるっていうこの現象なんですけども、初音ミクが世界的なバズを起こしたっていうのも実はあるんです、初音ミクの世界的なブレイク。それはあの世界の歌姫レディー・ガガのツイートなんです。私の好きなデジタルポップスタイル初音ミクが私のコンサートのオープニングを務めるから、彼女がどれくらい可愛いか見てね。なるほどね。たまたまレディーガガがネットで見たり、あの初音ミクを可愛い、よしオープニングアクトでやろうって。世界中の人からするとこのレディーガガで知った人はすごいいると思うんですよ、うん、ほう。こういうものをすごく自分ではしたかったんです。理由が本当1個あります、うん、テレビになかなか出れないんです、うん、そういう時期もあるんです、うん、でそういう時にピコ太郎を見つけて、これを何とかしてバズらせたい、うん、っていうことを考えていくうちに、この初音ミクというものをピコにも生かせないのかなというふうに思った部分があるんです、うん、ジャスティン・ビーバーのあのツイートで本当にたくさん知ってもらいました、うんうん、例えば一発屋芸人と言われる人たちが一夜にしてスターになっていくのは見てます。何度も見てる、ブレイクして。ただピコ太郎、それが全世界だったじゃん、はい、それって今まで日本中が見たことない、うん、そうですね。ピコ太郎がすごいのは、うん、ネットをマスメディアにしたことだと思うんですよ、うん、あ、どうしてもお笑いにとってネットちょっと下に見てたと思うんですよ、うん、ネットから火つくのはちょっと邪道だみたいな、うん、そうじゃん、一番力あるのがそこだったんだってやっぱ知らしめたのはすごいと思うんですよ。あ、ピコ太郎もやっぱ同じぐらいの革命だと思うんですよ、うんうん、僕の今の気持ち言ってもいいですか。はい、もうこんな感じです。なんで言ってねえよ、言ってねえよ、言ってください、答えにしろよ。僕の今の気持ち